か。そんなよりも遠い場所である南極昭和基地から行っていただきます。果たしてどんな試験式になるのでしょうか。さあ、それでは初めに第61期南極観測隊として南極にいらっしゃるフロンターレサポーターの森脇隊員と、さっきまで驚きにいたはずのフロンタもいるそうなので、早速呼んでみたいと思います。森脇隊員、フロンター。はい、驚き競技場にお越しのフロンターレサポーターの皆さん、こんばんは。はい、観測隊の森脇です。今日は南極昭和基地から始球式をします。よろしくお願いします。私たちはですね、南極で、観測などの仕事をしながら約1年活動しています。それでですね、今の時間ですけど、轟きと6時間時差があります。午後の12時30分、午後12時30分です。そしてですね、今の気温ですけど、マイナス12度ぐらいですね。今日はとても暖かいです。普段ですとね、マイナス30度以上になることもあります。とても暖かいです。気持ちは轟きのピッチで蹴るつもりでやりますので、轟きの皆さん、よろしくお願いします。はい、それでは森脇さんに地域のご準備の方、よろしくお願いいたします。さあ、森脇隊には準備をしていただきます。それにしてもフロンタ、さっきまで轟きで選手紹介ので選手の真似してたのに、いつの間に南極へ行ったんですかね。さあ、ボール、どんなボールを蹴ってくれるのでしょうか。皆さん、南極の雰囲気ご覧いただいていかがですか。お、白と氷、白い面、雪と氷に入るオレンジのボールが出てきました。はい、それでは準備ができたようでございます。森脇隊員、とどろきにこの気温に思いっきりよろしくお願いいたします。森脇隊員の蹴ったボールが南極を飛び出しました。皆さん、とどろきにボール熱い思いを込めて、手拍子を皆さん、よろしくお願いいたします。さあ、ボールが日本に、そしてその時に向かってきています。まもなくその時にボールが届きます。なんと、南極からこの時にボールはい、南極でフロンタが何か言ってるみたいですよ。聞いてみましょう。はい、今フロンタ君が僕がこれから轟きに来てゴールを決めようと言ってます。じゃあフロンタ、お願いします。さあ、皆さん、轟きのピッチ上にご注目ください。なあ。